ドル。不死鳥プロミネンスフェニックス。教えてやる。貴様は燃え尽き灰になる。プロミネンスフェニックスの紅蓮の炎で。プロミネンスフェニックス。不死鳥。フェニックスは紅蓮の炎の中から蘇った。貴様を倒すためにな、ラシャド・グッドマン。不気味なやつだぜ。不死鳥って何なのだ？それはですね、一度死んでも炎の中から復活すると言われている伝説の鳥です。ひっ、面白い。気に入ったのだ。ちょい待ち、乱入はコミッショナーのワイが許さへんで。どうやらこいつは俺に用があるらしい。なんや、ラシャドの知り合いかいな。そんなところだ。ほんならここはクラブのリーダーの顔を立ててラシャドに任したるわ。フェノメノ、俺とバトルしたいのか？いいだろう、バトルしてやる。してやるか。相変わらず偉そうだな。何？やるのは貴様から全てを奪った後だ。そして貴様は絶望することになる。まずは仲間を取る。スイリュバサラ、イリアマオ。やらせて、ラシャド。ああ、やらせてくれ。突如乱入してきたブレーダーフェノメノペインがイリアマオ、シリュバサラと2対1のバトルをすることになったぞ。またお兄ちゃんたちがバトルするよ。これは楽しみですね。ほっほっほ。プロミネンスフェニックス、どんなベイなのだ？そうだな、この形だとディフェンスタイプなのだ。またまた気になるベイが登場したようですね。フェノメノペイン、以前ラシャドと何か因縁があったみたいだな。ああ、ラシャドが BC ソルに来る前かな。プロミネンスフェニックスか。あ、これやっぱシールドだな。どんなバトルしてくんのかな。OK バイゼンカーツ、ハイブリッドドライブスタジアムの第2戦は2対1の変則マッチだ。バトルするのはイリアマオとセイリュウバサラのタッグバーサス、乱入ブレーダーのメノメノペイン。イリア、あのブレーダーを知ってるのか？しばらく姿を消してたみたいだけど、ヨーロッパジュニアの決勝でラシャドとバトルしたやつよ。じゃあ実力はあるってことか？かなりね。これは要注意だな。でもこのスタジアムは一度バトルしている僕らの方が有利だ。ええ、私たちが覇王の壁になるよ。お前、あいつに何かしたんか？何も、ただ俺が勝っただけだ。お兄ちゃん、頑張れ。俺もバサラを応援するぜ。魔王は不死鳥が勝つと思うのだ。なんでよ。レディーヘッド、スリー、2、1、グー！